여러분 안녕하십니까? 今日はね、僕が韓国から買って帰ってきたお土産を紹介したいと思います。これ、見えますか？もう残念ながら中身はなくなってしまったんですけども、かぼちゃ飴ですね。これ美味しいんです。で、これがですね、これがかぼちゃですよね。そして飴でこうですね。さて、これ何と読むでしょうか。発音の問題です。ここに切れ目がありますから、そしてこの切れ目の後ろに E 系列の音が来てますので、ここに二音挿入が起きるんですね。こうなります。そして二音が挿入されたことによって、直前のキヨがビヨン化する。さて、ビヨン化、どのビヨンに変わりますか。こうですね。ですのでホバンヨとなります。皆さん召し上がってみてください。